ピーマット TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘイティンくんでーす。本日は埼玉県春日部市にあります、春日部プラザ、来てます。とにかく寒い。もうね、前回春日部プラザでは、6の横綱のね、バイを打って、見事に負けて、今日はね、バイ打っちゃうか?バイ打っちゃうか?って言いたいところですけど、さすがにね、今日はちょっと、ミドルライトを攻めてね、今日こそは、買っちゃいたいと思いますでね、早速、行ってみたいと思います。入店。はい、それでは、時間もないね、早速、データの方、見てみたいと思います。いやー、エヴァンゲリオン、ギラギラ爺様もありますね。まあ、さすがにちょっと閉店向きじゃない、これは。お!緑色も入っていますよ。すごい。すごいなぁ。もう横綱とか発表してますね。で、メール見たんですけど、今日は日暮が全横綱大関関脇ということでね。これあたりもいいんじゃねえかなと。隣のニューパルサーが横綱なんですけど、液晶ないとダメだから。盛り上がんねえから。俺の話術がないから。ってことで、ちょっと今日は日暮で勝負したいと思います。それでは、久しぶりに、日暮の泣く頃に打っていきたいと思います。今日はね、ロックビート開催だからね。俺は、ベルですね。さとこ、かわいいね。お、よく揃うね。お、さとこ。さとこかわいいね。あー、リプレイだ。残念。久しぶりに打つと打ち方わかんないな。お、コンボが出てきた。ベル。お隣さん、富竹ブラシ出ましたね。リプレイですね。来た。お、今日はさとこ頼むよ。よし。お、子役ソロ。あ、さとこの心に触れられますか。うん、触れたいと思います。ああ、もうダメだ。さとこちゃん、さとこ月平が悪いんだよな。いやー、ひやかわいそうに。さとこかわいそう。リカちゃんですね、次は。どうしましたですか。いやー、すごい子役がよく揃う。どうして人の欲望には限りがないのか。売れてお、あ、俺取りこぼした。この時はお、あれ、お、次元、いいね、そうね。お、いったんじゃね、これ。あー、だー、あれ、嘘だ、来たよ。三撃回避でございます。やった。どうだ。よし、ビッグアス。やった、ビッグだ。やった、ビッグだ。いやー、やりました。お、どこだっけ、カスカベプラザだね。いい店だね、カスカベプラザ。いやー、たまんない。お、チャンス。お、ニッパー、リカちゃん来ました。あと4分ぐらいあるか。あと4分。よし、
おお、マジか。やばいぞ。つか運命を選択せよ、勝てない。RT。あ、やってきた。これいいんだよ、多分。あ、ダメなんだ。え、リカちゃんってダメなんだ。まあいいか、時間ねえから。お、増えた増えた。セリヌ様で言う神様と同じ意味。マジか。あ、ベルソローマ、ベルソローマで行ってよ、よかったね。危ない。あ、リプレイ。鬼の住む里って呼ばれて恐れられていたんだ。ダメ。無念無念。まあでも出たから。どうだ。東京へ帰る。帰ります。はい、実践終了。実践終了。やったー。ということで、もうね、日暮らし年1000円で獲得出たもん。あー、ざます。あざます。気をつけて、気をつけてお帰りください。いや、おめでとうって言われちゃいました。出玉がですね、250何枚だっけな、忘れちゃったけど、まあ、当時、257枚ですね。獲得出玉が257枚で、プラス4000円ですね。それとあと、コーヒーとせんべい1枚、ゲットしました。いやー、これね、残りあとわずか、残りですね、今年あと2回残ってるんですけど、撮影。これね、パンパンと。電車でね、良い年を迎えられそうな気がしてきましたね。ちょっとね、左から押して普通にレベル2になるのかと思ったら、まあ、ちょっと僕の知識のなさでレベル1になってしまいましたけど、まあちょっと取り切れず、ちょっとあれ気になりますね。レア役も引いたんで、もしかしたら当たってるかも。まあでもしょうがない。時間が時間なんで、まあ今日気分よく、気分いいでね、ちょっと、カスカベプラザの宣伝をちょっとだけしたいと思います。ちょっと、もうちょっとっすか？まあいいや。したいと思います。今年最後のロックビート、12月の27、28、月火ですね。2days 開催。もうね、前回、閉店くんが打ったバイオ、ああいうとこにロコを入れたりね、もう平気でやっちゃうお店なんでね、もう皆さんの裏を書いてきたり、まあもちろん、寝台の鬼武者だったり、あともう緑丼入ってますんでね、緑丼にも入っちゃうかもしれない。もうね、狙いどころいっぱいありますんでね、ぜひぜひ、もう駐車場もありますんで、近隣の皆様、他県も、じゃんじゃん、カスカベプラザ、来ちゃってください。今日僕は勝ちました。日暮らしで勝ちました。もう引き続き、根性してね、パンパーンと、もうね、連勝街道まっしぐらで突き進みたいと思いますんで、引き続き応援の方よろしくお願いします。次回も勝つよ。